プロレスラーの木村花さんが亡くなった件でネットにおける誹謗中傷が論点になっています。木村さんはフジテレビ制作でネットフリックスなんかでも公開されているテラスハウスに出演していました。ある放送でコスチューム事件というものがあって、それ以来誹謗中傷が多数寄せられるようになったようですね。この点についてはサブチャンネルの動画で取り上げたので、そちらも見ていただければと思います。 SNS がここまで普及する以前というのは、ネットの掲示板とかでその誹謗中傷とかは常にあったわけじゃないですか。だけど、それは見なければっていうところで折り合いをつけられていた面もあると思うんですよね。だけど今ってみんな SNS をやる時代になりました。だからそういう誹謗中傷が直接来るわけですよ。テラスハウスのようないわゆるリアリティショーというようなものは海外でも問題になっているようで、すでに30人以上がそれが原因と思われる自殺をしているとも言われています。デイリー新潮の記事で在用ジャーナリストが次のように語っていますよ。一般人を番組に出演させ彼らの素の反応を楽しむというリアリティ番組がこれまで以上に流行し、世界中で娯楽として消費される中で、出演者のケアは各国で社会問題にまで発展しています。イギリスでは上記の自殺を受けて国会議員、精神科医などを巻き込んだ議論が起こりました。今後日本でも番組を監視する体制を築いたり、出演者のケアを行う心理学者の同行を義務付けたりするなど、構造的な変化が求められるでしょう。テラスハウスの爆発的流行の影響で、日本でもここ数年恋愛リアリティ番組が乱増されている。中には人間の本性を暴き出す面白さから視聴率的な成功を収めているものも多い。しかしその弊害が可視化された以上、視聴者の過激な反応を煽るような番組作りに対し見直しが必要なのは間違いないだろう。リアリティと言いつつ、これあくまで番組じゃないですか。だから演出が入ってるんですよ。そして今回のケースは番組側も結構煽ってしまったんじゃないかなという点がありまして、問題となったコスチューム事件の未公開映像なるものが3本にわたって、そのテラスハウスの公式 YouTube にアップされています。この動画が公開されたのが10日ほど前なので、また蒸し返してしまった形ですね。今回の事件というのは番組を作っていたフジテレビにも相当な問題があったんじゃないでしょうか。僕も放送を見たんですけど、コスチューム事件に関してはその木村さんの確かに態度っていうのも問題はあったと思うんです。そうは言ってもそれで誹謗中傷したりとかっていうのは考えられませんけどね。そういうのやるっていうのは匿名だし顔も出さないから気軽に書いてるっていう面はあるんじゃないでしょうか。ネットの誹謗中傷をめぐっては3月にタレントの川崎のぞみさんが法的措置を取ったことを報告しています。川崎さんが妊娠している時には妊娠してると嘘をつくなというメッセージだったり、流産しろなど知らない人たちから毎日メッセージが届いていたと言います。なんでしょう、住んでる世界が違うような感じなのか。誹謗中傷していた中の山形県の39歳の女と大阪府の45歳の女は書類送検されています。39歳の女の方は他の人も書いてるし大丈夫だろう、バレないだろうと思ったと話しています。誹謗中傷書いてる人の多数ってのはそういう心理なんでしょうね。赤信号をみんなで渡れば怖くないよ、まさに実践している感じで、もう赤信号を渡ってしまっていると。その後書き込んだ女2人は反省しているということで、川崎さんは刑事告訴を取り下げています。そして公式ブログにこう書いていましたよ。今回の件について私は書き込みをした人に対して罰したいという気持ちがあったわけではなく、悪意ある書き込みをすれば刑事罰が科されるということを分かってもらい、きちんと反省して今後は二度とこのようなことをしないと思ってほしいと考え刑事告訴に踏み切りました。現在は書き込みのあったスレッドが完全に閉鎖され、書き込みをした2人も深く反省していると聞いています。また匿名掲示板であっても悪意のある書き込みをした人の住所や氏名は手続きをすれば開示され、刑事事件としても取り扱われ、取り調べを受け刑罰を科される可能性があることを2人は十分に認識したと思いますし、私がこのブログでメッセージを発信したことにより多くの方々にも認識いただけたと思います。もちろん今後も行き過ぎたものに関しては法的措置を検討するとしています。現行法でも度が過ぎたものは特定されますし、法的な問題にもなってきます。今回の木村花さんの件を受けて、高市総務大臣はネット上の発信者の特定を容易にし悪意のある投稿を抑止するため制度改正を検討する意向を示したということがニュースになっています。
実際にどう進展するか分かりませんが、まあ一種の抑止効果が出ればいいんじゃないかなと。ネットを見てると誹謗中傷を含めてかなり強い意見って多いじゃないですか。でもそういうの見てるとなんかやっぱ日常に不満があるのかなとか苦労してるのかなって思ってしまうんですよね。そんなそこまで過激に書かなくていいじゃんっていうことを割と書いちゃう人いるでしょう。まあそれでプロフィールとか見ると当然匿名ですし、プロフィール画像もなかったりだとか、ツイートを見ると自分の発信というよりはもう誰かに絡んだってもう常に全てもう攻撃的なツイートするとかさ、だから日頃いろいろ苦労されてることがあってそのはけ口としてそういうことしてるのかなとも思ってしまいます。まあやられる方からするとたまったもんじゃないんですけどね。プロ野球選手のダルビッシュ有選手がこんな対処法をツイートしていました。誹謗中傷する人に聞く言葉3選おめでとうございます。それは良かったです。あなたが幸せそうで私も幸せです。基本的に相手の分に関係なく上の3つをランダムに使い続けるだけでクソリプマンたちはいなくなります。大事なのは相手が AI だと思い自分も AI になりきることをお使いください。苦しませてのたうち回る姿を見たいっていう怪人出てくる兵道会長みたいな人っているじゃないですか。だけどそういう人も反応がなかったらやらないんですよね。まあそういう点でダルビッシュ選手のこの方法っていうのは有効だと思います。やはり大前提としては誹謗中傷はやめましょうということなんですが、人間が人間である以上多分なくならないでしょうね。テラスハウスはかなりの人気番組ですが、休止が決まっています。これはもう打ち切りになるんじゃないでしょうか。打ち切らないとするのであれば、その出演者の心のケアをしっかりできるような体制を整えない限り再開っていうのは難しいでしょう。